フランスのマルタ征服では、フランス革命戦争中の1798年6月に、フランス第一共和制の将軍ナポレオン・ボナパルトが、聖ヨハネ騎士団領のマルタ島、ゴゾ島を制圧した戦役について述べる。マルタ島に上陸したフランス軍に対し、当初は、聖ヨハネ騎士団や武装したマルタ民兵が若干の抗戦を行ったものの、1日も経たないうちに、フランス軍は首都バレッタを含むマルタ諸島のほぼ全域を制圧した。聖ヨハネ騎士団は要塞によって抵抗を続けようとしたが、騎士団内のフランス人やマルタ住民の反発が大きくなり、最終的にフランス軍に降伏した。これにより268年にわたる聖ヨハネ騎士団のマルタ支配は終焉を迎え、代わってフランスによる占領統治の時代が訪れた。しかし征服から数ヶ月のうちにフランスが施行した諸改革に反対する国民会議大隊の反乱が起きた。彼らはイギリスやナポリ、ポルトガルの支援を受けてフランス守備隊を包囲した。2年にわたる包囲戦の末に、1800年にフランス守備隊はイギリス軍に降伏した。これによりマルタはイギリスの保護国となり、164年間にわたりその支配下に置かれることになる。マルタを統治した最後の聖ヨハネ騎士団総長、フェルディナント・フォン・ホンペシュ2、ボルハイム長年にわたり、地中海でイスラム教徒との戦いに投じ続けてきた聖ヨハネ騎士団であったが、18世紀にもなると、その活動は時代遅れとなり、衰退の一途をたどっていた。騎士団は団員の大部分の出身地であるフランスに依存するようになった。しかし、フランス革命の勃発により後ろ盾を失い、1792年には深刻な財政難に陥った。同時に、革命フランスをはじめとしたヨーロッパの諸大国は、地中海の中央に位置し、ヨーロッパ最強を誇る。要塞軍を擁するマルタを極めて重要な戦略拠点として欲していた。1898年3月、騎士団はフランスが地中海沿いのトゥーロンに海軍を集結させているという情報を受け取った。しかし総長フェルディナント・フォン・ホンペシュ2、ボルハイムらは、このフランス艦隊は、ポルトガルやアイルランドに侵攻するためのものであると信じており、マルタに危機が迫っているとは考えなかった。ホルンペシュは6月4日になって、フランス軍がマルタに侵攻する旨を通告されたとされているが、この文書の申請性については疑問視する説もある。1798年6月6日、ゴゾ島沖にフランス艦隊が目撃された。ホンペシュは戦争評議会を招集し、民兵を招集した。マルタの戦士と民兵は、騎士団員の指揮のもと、バレッタ、フロリアーナ、ビルグ、セングレア、コスピクアといったグランドハーバー沿いの要塞都市を防衛することになっていた。その他の集落や海岸線でも地元の民兵と少数の騎士団海軍の騎士が守りを固めた。フランス艦隊では上陸とマルタ占領の準備が進められていた。6月9日、司令官のナポレオン・ボナパルトは、副官ジャン・アンジュノーを総長ホンペシュのもとに派遣し、フランス艦隊に給水を行う許可を求めた。ホンペシュは評議会に諮った上で、一度に4隻までのフランス艦の入港と給水を認めることにした。これは、騎士団における戦時にマルタの港に4隻以上のキリスト教国船が入港することを禁ずる伝統に沿った決定だった。6月10日、ナポレオンは、ホンペシュに最終通告を送りつけた。ナポレオンは騎士団が多数のフランス艦の入港を拒絶したことに失望したとし、フランス軍の大勢ぶりを伝え抵抗は無益であると恫喝し、その上で戦闘を避けるためにホンペシュに協定の締結を持ちかけるという内容であった。また、フランス軍は騎士団を敵とみなす一方で、マルタ人の宗教と慣習、財産を尊重するとされていた。6月10日朝、フランス軍はマルタ島のセントポールズベイ、センジュリアン、マルサシロクとゴゾ島のラムラベイという計4カ所から同時に上陸を始めた。セントポールズベイ上陸。マルタ北部のセントポールズベイに上陸したフランス軍の指揮官はルイ・バラゲー・ディリエであった。マルタ側は若干の抵抗を試みたものの、間もなく降伏を余儀なくされた。フランス軍はこの地域と近くのメリフハの要塞軍を一人の死者も出さず制圧した。マルタ側は騎士一人とマルタ人、戦士一人が殺され、150人が捕虜となった。マルサシ6上陸、ロハン砦でマルタ南部の広大な海岸、マルサシ6に上陸したのは、ルイ・シャルル・アントワーヌ・ドゼー率いる部隊だった。彼らも上陸に成功し、若干の抵抗を受けながら、ロハン砦を占領した。すると、他の海岸線の要塞からもマルタ守備隊が撤退したため、フランス軍は抵抗なく残りの大部隊を上陸させることができた。センジュリアン上陸とイムディーナ占領、クロード・アンリ・ベルグランド・バーボワ率いる部隊は、センジュリアン周辺に上陸した。グランドハーバーから騎士団海軍のガレー1隻、ガレオット2隻、ホブネ1隻の艦隊が出撃して、これを阻止しようとしたが、フランス軍を止めることはできなかった。第4系歩兵連隊の3個大隊と、第19戦列歩兵連隊の2個大隊が上陸した。マルタ軍の数個中隊が、形ばかりの抵抗をした後、バレッタへ撤退した。フランス軍は後を追って、バレッタを包囲し、後からマルサシ6のドゼー隊も合流した。騎士団の守備隊は、町の外に出撃して反撃し、フランス軍が後退するとそれを追った。しかし彼らは、第19戦列歩兵連隊の1個大隊の奇襲を受け、混乱状態に陥った。その上で、フランス軍が改めて全面的に押し寄せてきたため、守備隊は町の要塞に逃げ帰らざるを得なかった。守備隊の騎士団機は、フランス軍に奪われた。バレッタ包囲中に、バーボワは、古都イムディーナにも、部隊を差し向けた。守備隊は、フランス軍上陸の際に、すでに撤退していた。司教の宮殿で開かれたイムディーナの評議会では、抵抗は無駄だと判断され、住民の宗教、自由、財産が尊重されることを条件に降伏することに、決した。12時頃に交渉がまとまり、イムディーナは、バーボワに降伏した。ゴゾ島上陸と占領ソプ島。このすぐ近くにフランス軍が上陸し、守備兵は若干の抵抗を見せた。マルタ島の北西に位置するゴゾ島に上陸したのは、ジャン・レニエ率いる第3敵団中隊と第95反旅団だった。ジーン・ユルバン・フュジアーもレニエに従っている。一方ゴゾ島を守る守備兵は2300人。うち300人が騎士団の正規兵、1200人が沿岸守備連隊、800人が民兵だった。13時頃、ナデュールにほど近く、ラムラ警報台とソプ島の間に位置するリダムケビアにフランス軍が上陸した。守備隊は発砲して応戦し、ラムラやソプの砲台も援護射撃した。対するフランス軍も砲台を砲撃し、激しい銃火にさらされながら、高所を占拠することに成功した。ラムラの砲台は占領され、残りのフランス軍も上陸することができるようになった。フランス軍内では、上陸時にベルトラン上級総長らが戦死した。レニエと第95反旅団の一部は、ゴゾ島の主海岸アムジャーにある島の司令部シャンブレー砦に向かい、マルタ島との連絡を断とうとした。砦には、周辺の村々から難民が押し寄せており、14時頃にフランス軍に降伏した。反旅団の残りは、シャーラを経由して、島のシュトラバットのチッタデッラ城に向かった。文献隊がマーサルホーンタワーを占領し、チッタデッラも日暮れ頃に降伏した。フランス軍は大砲116門、多数のマスケット銃、それに小麦の倉庫3棟を獲得した。ティニエ砦で、フランス軍に抵抗し、激しい砲撃を受けた。フランス軍の上陸が成功すると、マルタの中枢グランドハーバー沿いのバレッタや、コットネラには同様と混乱、そして不満が広がった。総長と評議会、数名の騎士たちは、バレッタの総長の館にこもって、協議を続けていた。聖職者たちは、聖パウロの像を掲げて、慈悲を求める祈りを捧げながら練り歩いた。街中では、フランス軍侵攻への関与を疑われた二人のフランス人が殺された。奴隷の牢獄でも収監されていた囚人たちが恐怖にからで暴動を起こした。またコットネラでは二人の若い騎士が殺害される事件が起き、騎士団はマルタ人が騎士団に対し反乱を起こす恐怖にもかられることになった。町は親フランス派と反フランス派で真っ二つに割れた。騎士団内でも一部のフランス人団員は共和主義を学び、ナポレオンを支持していた。騎士団の指揮官の一人で財務長官も務めていたジーン・デ・ボズリー団でライジャットは、フランス軍と戦う意志がなく、個人的に中立の立場を取るなどという書簡を、ホンペ首相庁に送ったため、聖アンジェロを砦に投獄された。また、ナポレオンと和平を結ぶ、よう、ホンペ首に圧力をかける団員もおり、マルタ人の代表も総長に停戦するよう、陳情してきた。一方、グランドハーバー沿岸の諸要塞は、フランス軍への抵抗を続けていた。リカソリ砦と、マノエル砦は何度も攻撃に耐え、騎士団が降伏するまで戦い抜いた。フランス軍は6月11日と12日にティニエ、砦に繰り返し砲撃を仕掛けた。守備兵は防戦を続けたが、すでに水面下で騎士団幹部とフランス軍が交渉に入っていることを知らなかった。ティニエ砦は12日から13日にかけての夜に放棄され、間もなくフランス軍に占領された。マルタのナポレオンへの降伏を描いたエングレービング騎士団の評議会は最終的に停戦を求めることに決めた。当初バタビア共和国領事ド・フレモーがフランス軍に書簡を届けることになったが高齢だったため代わりに部下のメランが6月11日9時にフランス艦隊の旗艦ロリアンに停戦を求める書簡を届けた。彼はナポレオンから使者を送る。旨の言質を取って帰還し、12時頃に、ジュノー将軍が少数の代表団を率いてやってきた。彼のもとには親フランス派の騎士が集まり、その中には投獄され間もなく脱走したライジャットもいた。ホンペ首と評議会員は代表団を受け入れ、交渉のために24時間の休戦を結ぶとともに、交渉の続きをロリアン上で行うことに同意した。6月12日、ナポレオンと騎士団の代表団は、騎士団がバレッタと諸要塞を降伏させて、マルタの支配権をフランスに譲る、という協定に署名した。フランス側は、総長に代償として、広告を与えること、騎士やマルタ人の私有財産を尊重することを約束した。また総長やフランス人騎士には、年金が与えられ、チザルピーナ、ローマ、リーグレ、ヘルベティア出身の騎士に対しても似たような年金を創設することが約束された。また協定では、マノエル砦、ティニエ砦、聖アンジェロ砦、ビルグ要塞、セングレア要塞、サンタ、マルゲリータライン、コットネララインといった要塞軍は6月12日12時をもってフランス軍に降伏するものとされた。バレッタ要塞、フロリアーナライン、セイエルモ砦、リカソリ砦及びその他の要塞は翌日の12時に降伏することになった。また聖ヨハネ騎士団海軍は6月12日をもってフランス軍人に移管されることとされた。これに基づきフランス軍は6月12日から13日の間にマルタ全域とその要塞の接収を完了した。フランス軍は騎士団が保有していた大砲1200門、マスケット14万丁、火薬150万ポンド、戦列艦2隻、フリゲート艦1隻、ガレー船4隻を戦利品として獲得した。バレッタのパラッツォ・パリジオ。マルタ征服後、ナポレオンが2日間滞在した。マルタを征服したナポレオンは、6月13日にバレッタに上陸した。彼は島に6日間滞在し、最初の夜はバンカ・ギアーティルで、その後パラッツォ・パリジオで過ごし、その後フランス軍と艦隊のほとんどはエジプト遠征に向かった。島の維持のためバーボア将軍と守備隊が残され、フランスによる支配体制が構築された。ナポレオンは短い滞在期間の間にフランス共和国の理念をもとにした急進的な政治、社会改革をマルタに施していった。聖ヨハネ騎士団総長と騎士の大部分は降伏した数日後に聖遺物や聖像などの動産とともにマルタを後にした。騎士団はロシア皇帝パーベル一世に庇護されることになった。後にパーベル一世は数名の騎士の指示を受け、自ら聖ヨハネ騎士団総長を名乗ることになる。その後騎士団は徐々にマルタ騎士団へと発展していき、今日でも主権を持ち領土を持たない団体として存続している。マルタ人の大部分は騎士団支配の終焉を喜び、フランスに好感を抱いていた。しかし、フランス当局が騎士団の借金の肩代わりや年金の支給を拒否し、新税をかけ、教会の特権を制限する法を制定し教会を荒らすなどするに至り、マルタ人の対仏感情は一転した。3ヶ月後、マルタ人は反乱を起こし、イギリスやナポリ、ポルトガルの支援を受けて、マルタのほぼ全域からフランス勢力を駆逐した。バレッタとコットネラのフランス守備隊は2年にわたり抵抗を続けたものの、1800年にバーボアはイギリス軍に降伏した。この後マルタはイギリスの保護国となり、体制を変えつつ164年にわたりその支配に服することになった。ありがとうございます。